ペンネームユーチャさん。20代の女性から届いた相談です。こんにちは。失恋し落ち込んでいたところ、大イ和尚さんの動画に出会い、これはぜひ悩みに力を貸していただきたいと思い、相談を送らせていただきます。私は10歳上の男性と1年少しお付き合いしていましたが、価値観の違いに少しずつ苦しめられ、別れた方がいいと分かっていながらも、 私がずっと付き合いたかった相手であり、好きが勝ってしまい、自分からお別れを告げることができず、ついに先日、彼の方から別れを告げられました。彼には二人でご飯に行ったり、休みの日は一緒に仕事をしに外へ出かけたりするほど親しい年上の女性の友人がいるのですが、その女性はクリスマスに彼に電話をかけてきたり、自撮り写真を送ったりしてきます。 私は彼とその女性が友達以上の関係なのではないかと疑うようになり、一度彼にどういう関係なのか話し合いを求めたのですが、ただの友達だとあっけなく跳ね返されました。彼は他の女性友達のことであれば、詳しくどのような関係なのか、どんな話をしてどんなご飯を食べてきたのか、楽しそうに私に話してくれるのですが、なぜかその女性とのことは私に一切話しません。 それから私はダメだと分かっていながらも彼の携帯をこっそり見るようになってしまい、ある時あまりにも黙っていられないやり取りを見つけてしまい、振られる覚悟で携帯を見たことを打ち明け、疑いをやめられていないからきちんと説明してほしいと頼みました。すると彼はもう疑われ続けてしんどいので別れてほしいと私に言いました。 私はその女性との関係を納得するように説明してほしいだけなのに、隠し、そして私に別れを告げるほど話せない存在だということが悲しくなりました。彼は自分が誰と関わっていようと干渉しない人と付き合う方が楽だし、私には私を安心させてくれる相手と付き合うべきだと言っていました。考え方の違いで大好きな彼への不安が彼を失う理由になってしまいました。 小さな価値観の差にお互い譲れないということは今後の将来が見えないのに私はまだ彼のことを諦めきれません価値観がぴったり合う相手なんていないと思いますどうすればこれから恋愛をうまくやっていけるのでしょうか男性と女性この二つの 対極する性が新しい命を生みます王と突陰と陽世の中にはこの相対する二つが合わさって新しいものが生まれてくる 相対する二つのものが協力し合って何か一つの成果をもたらす。そのような法則があります。男性と女性。これはどこまで行っても平行線をたどる。男と女。それは もう脳の構造からして違うということが今科学的にも分かってきたりしています。価値観がぴったり合う相手。育った環境も違えば男性と女性ということで性も違う。同じ環境で育った兄弟ですら、親子ですら、 全然価値観なんて違いますね。これがぴったり合うということはありません。恋人にせよ、夫婦にせよ、親子にせよ、家族にせよ。みんなそれぞれ違った個別の命ですね。家族を作るということは 家族を作らないまでも恋人と付き合うということは全然違った価値観の人たちが共に手を取り合うということです。さて、私たちは恋人とか家族を持つということによって何をそこから学ぶのか。 自分とは全然違った考え方、全然違った価値観の人がいるということ。そのことを知るということ。人間というのは思い通りにいかないんだっていうこと、思い知るということ。これが誰かとお付き合いをすることによって得られる最大の学びです。自分自身すら思うようにならないのに。ましてや、自分の恋人とか、自分の夫とか、 自分の奥さんとか自分の子供が自分の思うようになるかって言ったらならないですねさてじゃあどうしたらいいのかゆちゃさんの問題は何かというと自分が好きになった 相手自分の欲しかったものを手にしてその欲しかったものに捨てられないようにということを大事にしすぎるあまり自分が得たものに執着をしすぎるあまり自分の大事にしている基準を失ってしまったということです ユチちさんの言っている彼との価値観の違い。これは価値観の違いというよりも、もうすでに歪んだ人間関係ですね。歪んだ恋愛関係です。彼からしてみれば、ユチちさんが自分のことを好きになり、そして、ユチちさんに、 半ば押されるような形で、おそらく付き合いを始めたんだと思います。けれども、そんな言い方をするとショックかもしれませんが、私も男性です。どこかで勇者さんは、彼にとっての本当に好きになった人ではなく、どこかで都合のいい彼女、 寂しさを埋めてくれる、あるいは男の欲を一時的に満たしてくれる、そういう対象としてお付き合いをしていた可能性がある。じゃあ彼が悪いのかって言ったら、いいとか悪いの話ではなくて、そういう状況であっても、 どこかで勇者さんがその人のことを好きになったあまり、自分が欲しかったものを手に入れた。それを手放したくないという思いがあるがために、この二人の間に、望ましい関係というのが実は、これまで長い時間かけて一年、そこにですね、 かなりおそらく早い段階から、ユシャさんは自分の恋人としてやっと憧れの人を手に入れたと思ったかもしれないけれども、それはユシャさんの一方的な思いだけであって、彼はおそらくかなり早い段階から、ユシャさんのことを本当に大切にしたい人と思っていなかった可能性があります。非常にショッキングな話かもしれませんが、 けれども、ユチャさんは、彼のことが好きというよりも、彼がどこかで本当に自分のことを好きでいてくれるかどうかということを常に不安に感じてたはずなんですね。だからこそ余計自分がせっかく手に入れたものを失いたくないという一心で、との昔からあった、 であろう、女友達と言われる存在を含めて、彼自身はね、お前が俺のことを一方的に好きになったんだろうと。だけど実は俺はお前に満足してないよと。俺は縛られたくないと。自由に生きたい。でこんなおそらくわがままを、こんな男のわがままをですね、許してしまえるほどに、 ユシャさんを一方的に彼のことが好きであって、彼はでもユシャさんのことをそう見てなかったという関係が、これまでも実は続いていて、それが今回、決定的にゆうちゃさんが携帯電話を見てしまった。それがいいとか悪いとかって置いといて見てしまったことによって、どこかでこのだらだらとした関係をですね、彼も 終わらせたかったと思ってたかもしれないところに、ゆうちゃさんが自分でそれを終わらせに行った結果として、ね、そのようなことが起きていたんじゃないかと想像します。私の勝手な想像でない、しかないかもしれませんが。けれども、ゆうちゃさんが今回、彼と別れたということは、ゆうちゃさんにとって、 医者さんにこれ以上の苦しみをもたらさないという意味でも私は良かったことだと思っています。医者さんはまだ彼に対しての未練がある。それは彼に対しての未練というよりも自分が振られてしまったということに対してのショックなんです。お釈迦様は 私たちの心の中で苦しみが作られるプロセスを、どのようにして私たちの心の中に苦しみが生まれてくるかということを徹底的に探求をして、そして発見なさった方です。そのお釈迦様の分析によれば、私たちが誰かを好きというその好き、なぜそれが好きなのかと、なぜその人が好きなのか、それは、 自我と呼ばれる。自分自身を大切にするという気持ちから来ているんです。医者さんは実は、医者さんに限らず私たちはみんな自分のことが大事なんです。この自分のことを可愛いねと、綺麗だねと、好きだよ、なんて言ってもらえたら、こんな嬉しいことはない。つまり私たちは誰かから好きと言われて、誰かと付き合っていて、恋人ができて、 なぜ嬉しいかと言ったら、その人が好きということももちろんありましょう。でもそれ以上に、大好きな自分を好きと抱いてくれる、その存在を好きになるんです。さて今回、ユジャさんは、彼氏に振られてしまった。ユジャさんのショックは何かって、彼氏に振られたということももちろんでしょう。大好きであったその人を失ったということか。それが苦しみだと思う。でも実は違う。 この私を傷つけた。そのことがユジャさんにとっての最大のショックなんです。人間は自分が空間的に、時間的に簡単に手に入れられないものを価値と感じます。 千年続く歴史的建造物がなぜ価値があるのか。この千年という時間を買うわけにいかないんですね。簡単に手に入れるわけにいかないんです。だから、今は誰も使いもしない。けれども、千年歴史を持っている建物が大事にされたりするんですね。ダイヤモンドがなぜ価値があるのか。 発見した人たちに買い占められて私たちのところに流通しないからですダイヤモンドがそこら中に転がっていったら私たちはそれを価値に思わないんですね望んでもそう簡単に手に入れられないからそれが価値になります宇宙に行くということがなぜ価値になるのか 誰も簡単に行けないからなんです。宇宙に行くということによって得られる快感よりひょっとしたら、私の今この撮影をしている背景に映っている何でもないのどかな裏庭にいることの方が快適だったりするかもしれません。でも、自分から遠い距離にあるもの、 それを私たちは価値と感じるんですね。ないものねだりというやつです。今、ユシャさんに訪れているこの大いなる失望感、喪失感、それはどこから来るか。彼が手の届かないところに行ってしまった。つまり自分が価値と感じていたものが遠く離れてしまったから。 これがますます、ユジャさんに彼への未練を増幅させるんですね。彼を失ったから辛い。そうでなくて、自分が彼を失ったことによって、 結果として自分の自我が傷つけられたからつらいゆちさんぜひここを心痛みましょうが認めがたいでしょうが冷静に観察していただきたいさてゆちさんまだ20代ですね とってもいい経験をなさったと思います。恋愛の楽しみ、人生の楽しみはむしろこれからです。ただし、今後恋愛をしていかれるならば、ぜひね、医者さん自分の中でちゃんと自分の価値観、基準というものを決めてください。 今後誰かと付き合ったとする。その人がどんなに好きな人であっても。こういう状況になったら終わり。こういう状況になったら私は自分から離れる。そう決めて。自分の恋愛に関する つの約束ごと戒律を決めていくんですそうしないと今の世の中本当にね女の子の寂しい気持ちそれをいくらでも利用して 自分のエゴのために、恋愛を楽しむという、男性たちに結果として振り回されるようになっていってしまいます。今本当に、私たちの欲というものが、肯定される、大広げに肯定される時代になってきましたね。 女性の性の問題に関しても男女の付き合いに関しても何でもありっていう時代になってきましたねまあもともと何でもありという状況その状況に任せておくとさまざまな人たちに苦しみが結果として訪れるということでいろいろな 約束事とか、いろいろな社会的なタブーみたいなものが本当は決まってきたんでしょうけれども、作られてきたんでしょうけれども、それが、今それを壊していこうって言った時に、いろんなことが何でもありになってきた。何でもありの中で、じゃあ誰が自分を守ってくれるのか。ルールのない、 恋愛という男女の戯れの中で誰が自分を守ってくれるのか。自分なんです。自分で基準を決めて、自分がどんな好きになった人でも、こういう状況になったら、それはもう、ごめんなさい、おしまいです。これを自分の中にちゃんと持って生きている人か、そうでない人か、 それによって、ゆジさん、これからの恋愛も、大きな苦しみに振り回されながら、同じパターンをずっと繰り返すのか、あるいは自分がちゃんと尊敬できる人、そして相手も自分を尊敬して付き合ってくれる人、そういう人を選べるか、というのは変わってきます。自分のありようというものが、相手にも、 影響を及ぼすんですね。相手のありようというものが自分にも影響を及ぼすんです。ということで、ぜひ今失恋して落ち込んで痛い,い、痛いですよね。でもだからこそ、ここでしっかり自分を振り返って反省し、自分を責めるというんじゃなくて、自分に何がいけなかったんだろうって自分を責めるっていうんじゃなくて、 この手痛い一つの出来事からそれを自分自身で癒していきながらこれを自分の経験に変えていく辛い話かもしれませんが私からするとかなり早い段階から彼はゆうちゃさんのことを自分にとっての 彼女というよりは、まあ、どこかで自分にとって押し付けられた恋愛を仕方がないから付き合ってやってるというような感覚が彼の中にあったんであろうと思います。だから、お前が俺のことを好きで付き合ってるのはいいよと、まあ、付き合ってやってるよと、だけれども、俺の好きなようにはさせてくれよっていう歪んだ 一方的な彼のね、目に見えない、権力のもとで、石田さんはずっと怯えながら、これまで来たっていうこと。この二人が、仮に結婚して、子供ができて、成り立ちます成り立たないです。だから、今回、結果として、 彼と別れるようになったということは、私はゆうちゃんさんにとっては、良かったなと思います。ぜひ、このね、手痛い経験を糧に、価値観の合わない人とどう付き合っていったらいいんですか価値観なんか合いません。誰とも合いません。だけれども、自分の価値観をちゃんと尊重してくれる相手。そして自分も相手の価値観をちゃんと尊重できる相手。 そういう人と付き合っていかなければ、ずっとユーザーさんが苦しむことになります。恋は盲目と言います。盲目にならなければ、誰かと付き合うなんてことはできないのかもしれません。相手に歩み,歩み寄ることも、相手が自分に歩み寄ってくれることも大事だと思いますが、それでも、最低限ね、恋愛において、私はこういうことを、 相手がねしたら別れるそういう基準を持って付き合わなければ自分を守ることはできないんですよ。でそれを持っていないといくらでも聞こえのいいことを言っていくらでも都合のいいように相手を利用しようそういう人たちが実際の中にはたくさんいるんです。 それが人間です。お釈迦様は、等しく人々は愚かだとおっしゃいました。その通りだと思います。自分で自分にちゃんと知恵をつけて、そして自分で自分を守っていかなければ、たとえ自分が大好きになった相手にでも利用されて終わりです。 だからといって悲観する必要はない。人間ってそんなもんですから。どうぞこの停滞経験から学んでください。そしてこの停滞経験を自分で癒してください。冷静にこれまでの関係を見つめ直すことによって、そして自分の中でね、医者さんが感じている恋愛、自分はこういう恋愛をしたいって。 こういう基準を持って男性と付き合うんだ。これをちゃんとはっきりね。相手が好きだからという理由でそこは曲げないで。ちゃんと自分の中にそれを持っているってこと。これは大事なことです。ぜひ、そのことを今回の経験から学び。知恵ある人になってください。応援しています。